No.
あの、大神一郎少尉ですか?私、新宮寺さくらです。米田中将より大神少尉をお連れするようにとの任務を受けてまいりました。 帝国歌劇団花組、新宮寺さくらです。よろしくお願いします。 頼りになりませんか? さあ、大帝国劇場に参りましょう。 新宮寺さくら。仙台から出てきたばかり。電撃に入団したての新人です。まだ電撃の皆さんに迷惑ばかりかけています。でもこの帝都を守るために命がけで頑張るつもりです。後部を動かすのは大変です。でもお互い新人同士頑張りましょう。 米田中将が待っています。行きましょう。大神さん、初めてなんですね。 じゃあ、正面ロビーから入りましょう。今日は夜の部だけですから。でも、間もなく開場しますから、すぐにお客さんであふれかえりますよ。 さくらさんの恋人？アイリス？大人をからかってはいけません。こちらは帝国歌劇団に転属された大神一郎少尉よ。帝国歌劇団花組アイリスです。で、こっちはクマのジャンポール。アイリスの大切なお友達なの。 仲良くしてね。ねえ、さくら。どうしたの？このお兄ちゃんも霊力がある。後部に乗って戦うのね。そうよ。アイリス、戦争嫌いだよ。心配しないで、アイリス。さあ、 お部屋に行きましょう。マザーグースの本を読んであげる。あ、大神将尉、米田中将は支配人室にいらっしゃいます。ではこれで失礼いたします。誰か、ちょっと手を貸してちょうだい。 そこのあなた、他に誰がいるの？バカ面してないでこっちにいらっしゃい。
そこに落としたフォークを拾って新しいものと取り替えてくださらないかしら。ありがとう。ところでここのトップスター、この神崎すみれを差し置いて、いつの間にかマリアさんが歌劇団のリーダーになってるけど、あなたこのことどう思う？まったく米田のクソじじい、人を見る目がないんだから。あら、どうしましょう。これは失礼いたしましたわ。今のこと米田さんには内緒よ。いいわね。照れなくていいのよ。ちょっとした仕返しじゃなかった、お返しよ。ああ、米田さんは支配人室よ。でもいいこと、くれぐれも今のことは他言無用よ。お分かり、小川少尉。いいから、お行きなさい。どなたですか？あなたが帝劇に配属された大神少尉ですか？はじめまして、私はマリア立花です。米田中将は支配人室です。私は稽古がありますから、これで。おう、変な。花小路伯爵から聞いてるよ。まあそう、家庭挨拶なしにしようや。デイジ、ここはおめえ大帝国劇場だ。軍人ことはいけねえよ。まあ一杯どうだ。ベラメなのですか？だどういう了見だい。てめえは階級証がなけりゃ人間が見分けられねえのかい。あ、俺が陸軍中将米田一騎だ、バカ野郎。よし、分かればよろしい。では最初の任務を申し付ける。こいつに着替えて受け付けいいな。へっ、そんな軍服のまんまじゃ目立ってしょうがねえ。何せ秘密部隊なんだからよ。
て挨拶はいらねって言っただろう。さっさと行きな。こちらに来られた方ですね。はじめまして。お話は伺ってます。私、高村椿って言います。ここの売店でいつも売り子をしてるんですよ。団員のブロマイドなんかも揃ってますから、いつでも遊びに来てくださいね。Thank you.
はじめまして、大神さんですね。事務局の藤井霞です。恐れ入りますが、着任届を書いていただきたいので、事務局まで来ていただけませんか？それではご案内します。こちらです。こんにちは。あなた、大神さんでしょ？私、榊原ゆりって言います。劇場の事務をしてます。どうぞよろしくね。もしもし、もしもし。ああ、来た。さっきな。まあ、もう少し様子を見んことには。だがね、花小路さん、この秘密部隊は難しい。戦場に女を駆り立て、我々は見守ることしかできん。
帝国軍人としちゃ屈辱だ。しかし後部を操れるのは今のところあの子たちだけだ。だから私はあえてあの子たちをかばい、守り、自由にさせている。あの若いのが使えるといいが。おっと、そろそろ文句を言いに来たらしい。ではまた。Thank you.
嫌ですわ。そやてお下品で。さあもう一度初めから行くわよ。だからごめん遊ばせ。このガキ。さくらさん、口で言ってわからない人はこうよ。
テートは我らクロノス会がもらい受けた屍の山を築き我らが力を見せてくれましょう。ヌーサタン殿、そこまでよ。 何？ 貴様らは！ 帝国歌劇団参上！帝国歌劇団とな？小賢しい。面白い。ここは私が。任せたぞ。 お前たちの実力、どれほどか見せてもらおう。
敵は私が倒すしかない。敵は私が倒すしかない。怪盗ランマの出番ですわね。神崎風神流胡蝶の舞。やりましたわ。やるではないか。私自ら相手をしてくれよう。
は私が倒すしかない。私の出番ですわね。敵は私が倒すしかない。私が倒すしかない。の出番ですわよ。怪盗ランマー過激団よ、いずれ決着をつけよう。
Oh.